皆様こんばんは。広報の中川です。アジア選手権団体戦、今日で2日目が終わりました。今日も選手とコーチにインタビューができればと思っております。結果はこの後、松本コーチや選手から直接聞ければと思いますが、男女ともに非常に重要な1日となりました。実はですね、私自身も今日どの選手がここに出てきてくれるかっていうのをまだ知らなくてですね、なので早速呼んでみたいと思います。あー、こんばんは。こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。今日一日お疲れ様です。今日は遠藤選手と緑川あかり選手です。あかり選手どうしたんですか？なんか笑ってますけど。どうしてないですね。どうしてない。なんかちょっと後ろに見えるのは気のせいですか？あ、この絵ですか？絵ですね。はい。まかめ。ありがとうございます。はい。まあちょっと早速なんですけど、まあ今日、遠藤智孝選手と緑川あかり選手と松本コーチに来ていただきました。ありがとうございます。はい、ちょっと後ろの絵が動いてみたいなんですけど、すみません。はい、ちょっと昨日と同じようにちょっと松本コーチに今日2日目終わりましたけど、2日目の結果報告をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、すみません。大会2日目、女子は、香港戦があったんですけど、接戦ながら一応2敗で、敗戦してしまいました。男子は、朝一に、グループリーグの、1シードのインドと当たりまして、残念ながら敗戦で、その後のフィリピン戦絶対落とせないね、フィリピン戦だったんですけど、そこをストレートで勝つことができまして、明日いよいよ、最初に言ってたパキスタン戦、大事なパキスタン戦を迎えることになります。なるほど。まあ、じゃあちょっとその中で緑川あかり選手、香港戦で1ゲーム取ったのを僕も動画で見させてもらったんですけど、手応えとかってありました？ゲーム取った時。あ、そうですね、あったと思います。あったと思う。だから全体通してどうでした？やっぱ強かったですか？ちっちゃいから立って。立ったらさ、だってさ。立ったら見切れちゃう。香港選手強かったですか？強かったです。なんかどういうところ、なんか普段の練習、なんか結構普段の練習男子選手ともやってるじゃないですか。なんかどういうところに違いってあるんですか？やっぱなんかうまさとか体の使い方とか違ったなって感じ。なるほど。言ってもらっていいですか？何よ。世界のプレーというものを。ちょっとまた、じゃあ世界のプレーというのをまた教えてください。はい、ありがとうございます。じゃあ、まあ、遠藤選手、今日男子2戦でインド戦とフィリピン戦どうでした？やっぱインドって結構やっぱ強いんですか？まあ、インドはシード、今回一番シードなのか、第一シードでしたよね。第一シードか、まあですけど、そうですね、まあ残念な負けとは言いますが、戦略的負けなので勝ちですね、ほぼ。なるほど。ちょ、戦略的負けでどういうことですか？いや、まあ正直僕ら の一番の大きな試合は明日のパキスタン戦であって、まあ、パキスタンが第4シードで日本が第5シードで、インドが第1シードということで、まあ、この中で2試合連続きつい試合をインド、パキスタンと2日間でやるよりも、まあ、パキスタンに全てを捧げるというところ。今回は、今2日目なんですけど、2日で4試合やってるんですね。そうですよね。かなり、まあ、スケジュール的にもタイトで、選手の疲労のことも考えると、まあ、明日につなげる。戦略的負けです。勝ちです、要するに。要するに勝つということです。まあまあ、よかったです。あかり選手も遠藤選手もコンディション的には大丈夫ですか？バッチリですか？どうしました？足を組むな。足なんか膝怪我したんですよって言われるのかと思った。あ、よかったです。コンディションバッチリの遠藤選手も大丈夫ですか？そうですね、今のところそこまできつい試合もしないんで、まあ、勝つべく試合はしっかり勝ててるんでいいかなと思います。あ、よかったです。ありがとうございます。なんか、まあ、コンディションいいとお伺いしてますけど、結構食事とかって今どうされてるんですか？食事とかは、まあ、結構この大会はバブル方式、うん、まあ、日本で
もう言われてますけど、まあ、会場とホテルの移動しかできなくて、まあレストランあとは隣もショッピングモールなんですけども、そこにも行っちゃダメということで、全てそうなんですね、あのまあ Uber Eats みたいな、まあ、こちらで言うと Grab とか Panda っていうやつなんですけども、そのオーダーで全て賄うという形になってます。じゃあもうなんか生活スタイルっていうか、もう本当ホテルから出れないっていうような感じなんですか、やっぱ。そうですね、ホテルと会場だけの往復ですね。じゃ結構徹底はされてるんですね。そうですね、意外とマレーシアに来ても厳しいかなと。なるほど。後ろ A 動いてます？いや、これですか。動いてないですよね。はい、よかったです。ああ、なんかこっち側見たら結構動いてて、松本コーチが見てもあのどうですか、男子選手女子選手動きとかもバッチリですか？そうですね、あの毎日球出ししたりとか自分たちで練習してコンディションを作ってるんですけど、あの日に日に良くなってますし、あのこんだけ連戦が続いてるのにうまくね、あの4番手の林選手がフォローしてくれるので、この分、レギュラーのメンバーもみんなね休みやすくあ、ありがとうございます。昨日あの噂ではあの男女兼チームリーダーが林選手と伺ったんですけど、やっぱ林チームリーダーの効果は絶大ですか？絶大ですかね。絶大ですかね。まあ頑張ってますね、結構。頑張ったんですか。よかったです、ありがとうございます。苦笑いだけはやめてください。ちょっとすいません。なんかちょっと後ろのなんか大丈夫ですかね、後ろの絵から一言いただかなくても。まあ、一応出てもらってんで最後もらっときますか、一言だけぜひ。じゃあお願いします。バイ。苦笑いじゃない。すいません、本当日本の皆さんもつなげてるわけじゃないんです。そうですね、もうこのままお届けしたいだけなんです。いやでも楽しい雰囲気を進められて本当良かったです、安心しました。明日は朝は真剣に試合します。あれ明日ちなみに何時からでしょう？明日、日本時間の11時ですね。11時、はい、男子も女子も、あ男子も女子同時ですね。はい、あのありがとう。画面で映してみてください。ありがとうございます。あのはい、はい、ライブストリーミングの、はい、URL は概要欄に貼ってるので、ぜひ皆さん応援してくださいということでよろしいでしょうか。遠藤さん、なんか言い足りないことありますか？あ、大丈夫です。完璧です。完璧ですね、わかりました、ありがとうございます。じゃ今日も遅いのでゆっくり休んでください。はい、はい、グッナイ。お疲れ様です。